久保さん、今回、マサトチャンネルにしましょうか。マサトさんのね、チャンネル、昔 K1 で VV ブイブイ言わせてたマサトさんがですね、相撲部屋に入門しましたみたいな動画がね、3ヶ月前にアップロードされていて、まあ最近見たんですよ、これ。で、あのマサトさんがね、あの、18歳とかの一番弱いやつに負けるシーンがあるんですよ。ちょっと一番弱いやつみたいな。で、18歳の子が出てきて、マさトさん負けるんですよ。で、相撲すごいっすね、みたいな。 まああの、まあ体格もやっぱ違う。まあ、未だにマサダさんマッチョなんだけども、やっぱ、それでもね、相撲さんと並ぶと全然違うというか、こんなあれなんだなっていうのが、やっぱ相撲すげえなっていうのが、なんかこのマサダさんとの相撲の対決見ると、相撲ってすげえなっていうのがね、あの、感じましたね。うん。なんか相撲ってなんか、うんなん、すかね、 うーん、ちっちゃい頃とかあんま興味なかったんですけど、この前も相撲を僕見てたんですよ、YouTube で。面白いですね。だからその昔はあんま興味なかったものも、年取ると、相撲の何が面白いんだって思ってた部分はあるんですけど、年取ってなんかその相撲面白いなみたいな、なんかその気持ちが分かるようになってきましたね、相撲を見る人たちの。ね。 なんか年取るとその価値観とか物の,の見え方が変わるんだなっていう,うなんですかねすごく不思議な体験でしたねだ昔は興味なかったけど年を取るとなんかその面白いさがわかるというかうん多分僕が相撲の動画ちょっとまあまあ見てたんで増田さんの3ヶ月前の動画がこうピッて出てきたと思うんですけど うん、まあ、それは、マサだと相撲対決、それ見ますよね。絶対クリックしますよね、そんな <laughs>。いや、相撲面白いですよ。いってらっしゃい。